企業の買収合併 M&A。 おはようございます、マサルです。今回は M&A について一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成28年秋問い12。 M&A に関する記述として適切なものはどれか。 A、 企業の提供する製品やサービスなどの価値を生み出すための業務の流れ、価値の連鎖を分析すること。 E、 企業を事業ごとまたは地域ごとに分割することによって事業戦略の自立性を高めること。 U、 業務プロセスを抜本的に改革し IT 技術を駆使して業務の処理能力とコスト効率を高めること。 A、 自社に不足している機能を企業買収などによって他社から取り込み事業展開を早めること。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 自社に不足している機能を企業買収などによって他社から取り込み事業展開を早めること。こちらが M&A に関する記述です。それでは M&A について一緒に勉強していきましょう。 M&A はマージャーズ&アクイジションズの略です。マージャーズは合併、アクイジションズは買収という意味を持っています。企業を買収合併することで市場シェアの拡大と開発力を向上させることが目的です。それでは問題をもう一度見てみましょう。 M&A に関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 自社に不足している機能を企業買収などによって他社から取り込み事業展開を早めること。こちらが M&A の説明です。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。 A はバリューチェーン分析の説明、 E は事業部制組織の説明、 U は BPR の説明です。それぞれ確認していきます。バリューチェーン分析は過去動画でも勉強しました。調達から販売するまでの流れを価値を作るための連鎖として捉え、製品のサービスや付加価値がどの活動で生み出されているのかを分析する手法です。どの活動で付加価値が生み出されているのかが分かれば、その工程を強化することで価値を最大化することができます。次の事業部制組織とは、社内を事業部ごとに分割した組織のことを言います。事業部ごとに迅速に意思決定が行えるというメリットがありますが、その反面事業部ごとの連携が難しくなる場合があるので注意が必要です。次の BPR はビジネスプロセスリエンジニアリングの略です。企業の業務を抜本的に再構築することを言います。業務改善などの部分的な見直しではなく、組織構造なども見直すことによって全体を最適化します。余裕がある方は M&A だけではなく、その他の間違い選択肢についても何を説明している文章なのか覚えるようにしておきましょう。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和4年問い26。自社が保有していない技術やノウハウを他社から短期間で保管するための手段として適切なものはどれか。 A、 BPR、 E、 アライアンス、 U、 インキュベーション、 A、 ベンチマーキング。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 アライアンスが正しい選択肢です。ここからはアライアンスについて勉強していきましょう。アライアンスとは企業間の業務提携のことを言います。中小企業はアイデアがあってもそれを実現するためのリソースが不足している場合があります。そのような場合、他社と連携して共同で製品の開発などを行い戦略を達成します。これがアライアンスです。それでは問題を見直しましょう。自社が保有していない技術やノウハウを他社から短期間で保管するための手段として適切なものはどれか。正解は E のアライアンスです。この問題も間違い選択肢について勉強しておきましょう。まずは BPR。 BPR は先ほどの問題でも出てきましたね。ビジネスプロセスリエンジニアリングの略です。企業の業務を抜本的に再構築することで全体の最適化を行います。インキュベーションは事業の創出や創業を支援するサービスや活動のことを言います。新たなビジネスを始めようとしている人や企業に対して不足している資源、例えば資金、オフィスなどを提供して成長を支援します。もちろんボランティアで応援するわけではなく、支援する場合は株式などを対価としてもらうことが多いです。
次のベンチマーキングは自社の商品やサービスを競合や先進企業と比較分析することを言います。比較分析をすることで自社の改善点を見つけることができます。こちらの問題も間違い選択肢まで説明したので、余裕がある方は一緒に覚えてみてください。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回は M&A について一緒に勉強しました。そこで最近あった M&A による企業買収例を紹介したいと思います。まずはソニーによる企業買収です。ソニーはバンジーというアメリカのゲームソフトウェア開発会社を買収しました。バンジーはハローやディスティニーなどゲーム業界で高い評価を得ているいくつかのゲームシリーズを開発している会社です。買収額は約5140億円。これからソニーはゲームの分野に力を入れていくのかもしれませんね。次はフォートレスインベストメントグループというアメリカの投資運用会社がそごう・西武を買収した例です。そごう・西武の買収に反対するストライキが発生したり、大きいニュースになりましたよね。 M&A は自分とは関係ない世界の話のように感じますが、 M&A が波及して我々の生活に影響してくることも多くあります。ニュースで M&A の話題があった時には、その M&A によって私たちの生活にどのような影響が出てくるのかを考えてみると勉強になるかもしれません。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成28年秋問12、 M&A に関する記述として適切なものはどれか。正解は A、 自社に不足している機能を企業買収などによって他社から取り込み事業展開を早めること。こちらが M&A に関する記述です。その他間違い選択肢についても説明しました。余裕がある方は覚えておいてください。次の問題、 IT パスポート令和4年問26、自社が保有していない技術やノウハウを他社から短期間で保管するための手段として適切なものはどれか。正解は E、 アライアンスです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。